アニメ放送終了記念 X3 ラジオ特別編。さて始まりました X3 ラジオ特別編、進行は立花春が担当させていただきます。よろしくお願いします。ということで本日のゲストはこちらの方々です。皆さんこんにちは、いつもドライブナインを応援していただきありがとうございます、主人公白金春の声を務めさせていただいています堀江俊です。よろしくお願いします。皆さんどうも、ドライブナインで大河の声を務めさせていただいております沢城千春です。最終回まで見ていただきどうもありがとうございました。青山和樹役千葉翔也です。おどうしました。獅子島が生まれちゃった。ここで本当だったら和樹は影の主役だねってヤジが飛んでくるはずなんだけど誰もヤジ飛ばしてくれないから。そんなくだりはんの。そうなんですよ。そこにちょっとプランが見えなくてごめんなさい、ちょっと戸惑っちゃった。しっかり台本通り挨拶したんです。あ、よ、影の主役ありがとうございます、はい、影の主役じゃないですよってなっちゃうから。はい、ですね、本当に最終回までご覧いただきありがとうございました。今日はたくさん、お話できるということで楽しみにしておりますので、ぜひ最後まで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ストーリー原案を担当した東京ゲームスの小高です。今日は影のおまけとして参加しています。完全にボス。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日はこのメンバーでお送りしていきたいと思います、はいはい、ここで1点ご注意がございます。この番組大変ネタバレが多くございます、ですので最終話までしっかり見た方のみ見ていただければと思います。こちらご了承ください、はい、ではという感じで本日は楽しくは気合い合いと進めていければと思います、はい、本日はこのラインナップで進めていきたいと思います。こちらです。その1、アニメドライブナイン全話振り返り、ネオ東京国一斉調査結果発表&トーク。そしてその2、ネクストドライブナイン、ドライブナイン最新情報。おお、気になる。うん。そして最後その3、ドライブナインについて聞いてみた小高さんへの質問コーナーとなっております。なるほど、はい。これなんかあれツイッターでアンケートとかもやっていたそうで、そうなんですよ。そこら辺も僕らで、ね、受けれるって聞きました。うん、はいはい、そうなんです。そちらもねしっかりと深掘り、ね、していきたいと思います、はいはい、そして本日はプレゼント企画もあるみたいです。お、はい、抽選で20名の方にワイヤレスチャージャーがプレゼントされます。お、ですごい、沢城さんの手元にこちらです。ででん。めちゃめちゃいいな。めちゃめちゃいいんですよ。めちゃいい。ね、これは演者ももらえるんですかね。いや、もらえるでしょ、それ。ね、え、頼む。広めた。ツイッターで宣伝したいよね。そうそう、使い心地をね。確かに、確かに。ないと。もし1個しかないんだとしたら、ここで XB するしかなくなる。殴り合い始まっちゃう。今からマジかよ。もらえることになって。はい、こちらのね。めっちゃいいな、本当に。ね、本当に。すごい。太っ腹ですね。ね、ね、確かに。はい。はい、こちら応募に必要なキーワードは番組の最後で発表いたしますので、はい、最後までお見逃しなく。お願いします。では最初のコーナー、堀江さんお願いします。はい、アニメドライブナイン全話振り返り。イエーイ。よいしょ。このコーナーではアニメドライブナイン放送直後ということで12話を一気に振り返っていきたいと思います、1話から6話はネオ東京国一斉調査をもとにしたランキング、そして7話から12話はエピソードトークでお送りいたします、では振り返っていく前にまずは堀江さんから順番にアニメの全体の感想をお伺いできればなと思うのですが、いかがでしたか。そうですね、やっぱりまあ本当にあの楽しかったっていう感想がまず浮かんでくるんですけど、まあ、アフレコから結構しばらく期間が空いたっていうこともあって、本当に出演者であることをまず忘れて、まあ、もう本当に一視聴者というかファンとして毎週見ていたんですけれども、本当にあの怒涛の展開がこう1話の中にギュッと詰め込まれすぎてて、あの
それこそもう1話の冒頭とかもすごく忘れられなくて、とてもこれからこう野球をやるあのアニメのナレーションとは思えない内容、そしてそのバックの絵とかも結構血生臭いあの絵がこうパンパンパンってあの切り替わっていくところからスタートするっていうところで、なんかすげえもうなんかやべえの始まったなっていうような、あの最初は本当に最初の方はそれこそ やべえって思いながら、そのなんだろうな、頭でまず考える前にすごいもうなんか感じて見てたんですよ最初の方で。1話終わった後に録画してたやつをもう1回2回して、あ何が起きたのかを冷静に把握するっていうことを毎週繰り返してたんですけどでもやっぱそうやって見ていくうちに、最初はそういうとんでも要素だったりとか、そのぶっ飛んだそのエクストリームベースボールっていうところにすごい興奮してたのが、その回をやっぱ増すごとにそれぞれぶっ飛んではいるけれども、そのぶっ飛んだ中にもなんだろうな、みんなそれぞれぶっ飛んだキャラクターそれぞれに一人一人ドラマがあって、そういったドラマにもいつからか目が離せなくなっていって、すごく最終回に向かうにつれて引き込まれていくようなあの内容のアニメだったなと思って、すごく刺激的な作品だなと思って見ていました。ありがとうございます。では沢城さんいかがでしたか。はい、そうですね、あの本当に収録をねあの結構前に、ね、終わったんですけど、まあ、本当にあのアニメのオンエア見ててもあの非常にこうあの熱いね物語が繰り広げられてますし、なんかそれに加えてやっぱトライブナインのこのもう一つの見せ所として、まあ、音楽っていうものが非常にこうあの物語をあのもっと良くしてるなっていうことがありまして、まあ、なんかあの各トライブごとにもこうテーマソングがちゃんとあったりとかで、あの非常にこうね熱い物語プラス熱い音楽があって、あのこの作品ねあのますます、すごく、ね、いい作品になってるんじゃないかなとこう見ながらね、思っておりました。はい、ありがとうございます。では最後に千葉さんいかがでしたか。はい、あの和樹はあの他の2人とは違って途中参加っていうことだったので、うんうん、あの僕オンエアで初めてそこら辺の、ね、1話からのだから知ったんですけど、なんかそれを最初やっぱ港トライブの絆みたいなのをしっかり描いた上で見る、なんか和樹の登場っていうのはやっぱ自分としても新鮮だったし、うん、あのまあ神谷さんがいなくなるってことがどんだけ大きかったかっていうのを改めて、うん、あの自分の中では、まあ、視聴者としてショック で、うん、でそれを乗り越えていく港トライブみたいなのがすごくちゃんと描かれていたから、もう最後のあたりはなんかすごいその辺に感情移入してしまいましたし、なんか主人公チームにちゃんとこの主人公チームいいなって思いながら見れるのってすごい素敵なことだなと思うので、あのなんか和樹目線は結構で変わった目線だと思うんですけど、港トライブも素敵だなと思いつつ、ライバルキャラクターたちも個性的で、なんか最後まで熱い展開が楽しめたなと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。いや小高さん、この皆さんの熱い感想を聞いていかがですか。はい、そうですね、やっぱ前半戦で一番こうキーというか、うん、になるのはやっぱこう神谷俊の死というか、うん、ところだと思うんですけど、まあ、僕も結構周りの見た人たちからあのなんで神谷死んでしまうみたいな、なるほどなるほど確かにね、まあでもやっぱ人って死ぬものだよなっていうのは悲しいかな、うんうん、そういう答えでごまかしてましたけどいつか死ぬんだよっていうのは人っていうのは、うん、ただまああのあと、BGM っていうところさっきも話してたと思うんですけど、うん、やっぱこの BGM が結構このアニメは特徴的でして、基本的にはそのうちの会社の東京ゲームズの高田っていうのが作ってるんですけど、そこにいろんなゲストの音の人が入ってきてくれたりして、結構ミュージカルまではいかないんですけど、すごい音を際立たせてるあのアニメだと思うんで、結構他のアニメと見る感覚が違うかなと。確かに、はい、結構なんか新鮮だったのが、こういうところで流れる音楽って、まあ、英語の歌詞の歌が多いイメージなんですけど、結構がっつり日本語の歌も多くて、なんか最後の方バトル始まった瞬間になんかそのバトルにちなんだ曲かかった時は、あ、すげー新鮮と思いましたね。その曲自体もなんか他のアニメと比べて、多分そのかかってる音楽のボリュームが多分大きい。ああ確かに、ね、だからより没入感というか、すごいライブ感みたいなのがそうだよ、ね、この作品にあってて、すごくそれも刺激的だったなと思う、うん、さてここからは物語の前半1話から6話を振り返っていきたいと思います。事前にファンの皆様にご協力いただいたアンケートランキング形式で発表いたします。皆様ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。では最初に一番心が震えたシーンベスト3を発表したいと思います。第3位、第1話、いじめられっ子だった春が自ら一人で不良たちに立ち向かうシーン。ではこちらご覧ください。あ
いじめられっ子のハル君じゃん。なんだよ、今日は一人なのかよ。お、いいもん持ってん。ああ、てめえ何してんだ。ちょっと、頑張ってみることにした。ここめちゃくちゃいいっすよね。いいよね。なんか1話はもうここを最後にしようっていうのも一番最初から決めてて、カルが立ち向かうってところを1話の終わりにしようっていうのはもう決めてたんで、すごい結構だからその分1話がすごい詰め詰めになっちゃったんだけど、でもやっぱ一番いいシーンですよね。結果、まあ、この後ボコボコにされてはいるけど、でも心は負けてないみたいな。いや、そこがいいよ。すごくグッときて、でその後ダイナーに帰ってこうピースした時にこうダイナーのメンバーがみんなが同じ温度で喜んでくれたのも、なんかすごいそこでなんか一致団結というか、ファミリーの絆みたいなのを感じてグッときました。ハロは弱くないよね。俺だったらすぐ警察呼んじゃう。確かにね。すいませんって言って ね、警察連れてっちゃうけど、ハルは自分で行くっていう、いや男気がありますよね。よかったそこ、ね。そして続いては第2位、第5話、足立が港に仕掛けてきた XB のゲームは足立流の激励だったことが明らかになるシーン。ああ、ここか。ではご覧ください。港ドライブは熱いくせに笑ってて、ピンチなくせに遊んでて、弱そうなくせにしぶといんだ。めちゃめちゃいいやつじゃん。本当に。思い知らせてくれてありがとう。うわ、もう、いや、かっけえ。めちゃくちゃかっこいいよね、いこれね。千住マジでかっこいい。千住かっこいい。でもあの炎の玉投げるさ、やるときに火傷しちゃうんだよね。いいとこだよね。かいい。スタジオさんそこ絶対お気に入りですよね。あ、そう、めちゃくちゃお気に入り。ずっと言ってらっしゃる。俺見ててさ、いやいやいや、暑いやん、暑いやんって思ってた。そしたら暑い暑いって言うから、おおと思って。そうそう、絶対暑いじゃんと思ったらね。暑いやんね。神谷が本当にずっと中心で動いてた頃 の、うん、あの港のことを知ってる人っていうのがやっぱここに出てきたことで、なんかそれだけね、名前が知れ渡ってたってこともすごい感じられたから、足立の存在ってでかいなって思いながら見てましたし、あとアリスが、アリス川が、説明してないのに千住が激励してくれてることに薄々感づいてる。いや、分かるわ。そのなんか幼馴染のさ、なんか絶妙な感じね。あそこめちゃくちゃ熱いよね。よいや、だから伝わるんだと思って。そう思いましたね。昭和ですよね。昭和のノリ。古き良き流れてきた。では最後に第1位、第3話、夜、神谷がダイナーを抜けて一人外に出るシーン。ではご覧ください。時間足りなすぎんだよ。静かになっちゃった。いや、本当にまさにオツやっていう。マジで、ね、本当に、あ、小高さんなんてことをしてくれたんだって。いや、僕らもほら収録やっててさ、僕も本当にあのその次の輪の話とかは結構ずっと知らないんで、台本回ってってやってて、こう V チェックしてて、みたいな、本当にみたいな。いや、本当だし、我々このアリス川と3人で撮ったんですけど、開口一番、これ死んでないよねって確認から始まるみたいな。マジかみたいな。で、一応ね、スタッフさんにこれってって聞いて、いやどうでしょう。いや、全然わからないよね。そうありましたね。この前のシーンがあと病院なんですよね。で、神谷はなんか全然死んでないじゃんみたいな感じで、よかったと思わせてからのこの一人で孤独に路上でっていうところなんで、結構ツンデレですよね。だから、あのコーヒー飲んでたのがずっと薬飲んでたってことですよね。あ、そうそうね。いや、それもなんかそこら辺のなんか説明切なすぎてさ、みっちゃんとね、あの、まなみだけ分かってたっていうのも、うわ、じゃあ笑顔も全部気使ってたんかと思ってっていうなんかね、切ないシーンですよね。続いては一番エクストリームだったシーンベスト3を発表したいと思います。それはこちら。第3位、第5話、アリス川の打球が足立ダンジョンのアーケードを突き破るシーン。これなの。ではご覧ください。
ライブは終わらせない。どうなってるの。すごすぎて笑っちゃう。いやすごいよね。めっちゃ面白い。すごいんだよね、本当に。普通さ、キャッチングはすごいけど、バッティングはそうでもないみたいなさ、女性キャラクターだから。そう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 、あるかと思ったらちゃんとすごい。ちゃんとすごい。ちゃんとすごいんだよね。強すぎ。強すぎて、あれ治るのかね、街はね。確かに。確かにね。結構壊れてるとこ多いですからね。壊れちゃうんですよね。いやはい。では続いて第2位、うん、第3話、神谷と王次郎が六本木スーパーヒルズの壁面や屋上で激突するシーン。ではご覧ください。 XB は遊びではない、血で血を洗う戦いだ。戦い、相手を叩き潰して自分の上に立つのが。いやもうこれブクイですか。その先に何がある。この間1秒だ。全てだ。ないね、ゼロだ。またやっちゃったよ。なんかこれでマッド動画作りたい。困ったことあったらあれすぐなんか。いやでもね、皆さんジャンプ力も高くてすごいな。すごい。波外れた。跳躍力があって。あれは一応ビルの壁面をこう登ってく王次郎と降りてくる神谷で戦ってると。反重力を。はい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 。反重力を。すごい。だからこれをこうやって戦ってるんですよね、本当は。あ、なるほど。こういう感じで。こういう感じで。すごいな。あのガンもちゃんとボールをさ、タッチするっていうことをなんか目的としてるのが割と分かりやすいバトルだ。そうだよね。この辺りで俺やっと XB がね、分かってきたの。一応タッチしようとしてるんだよね。そうタッチしようとしてるのよ、あれ、ね、そうだよね。やりゃいいってもんじゃないっていうところが描かれてる。そうなんだよね、そこを忘れないでほしい。そうなんですよ、ね、タッチアウトなんです。そうそう。では最後、第1話、神谷がビームバットで打ち返した打球が港タワーをぶち抜くシーン。ではご覧ください。来たね。あ、港タワーちっちゃいですね。いや、何このボール。これかわいそうだ。めちゃくちゃ好き、これ。すごい。あ、いやもう笑っちゃう、本当に。めっちゃ好き、ここめっちゃいいよね。すごすぎる。結構ね、ちゃんと防具めっちゃつけてきてさ、うん、私には勝てないぞみたいなってのにね、やられちゃうとこがでも早速音楽のね、かかり方とかも、ね、そうそれぐらいらしい一話だ ね今見てみるとね、ミナタワーが折れちゃって。いや、かっけえ。はい、これが1話だったんだもんな、ね。はい、ということで前半1話から6話の1話ごとの振り返りは僕と沢城さんで出演した XB ラジオの方でやっておりますので、そちらぜひ聞いてください。うん、はい、1話ずつね、タイトルとかにも触れながら、おしゃべりしておりますので、ぜひぜひ聞いてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな初回 XB ラジオ風にここからはお届けしていきましょう。続いては物語の7話から12話についてたっぷりと語っていただきます。まずは世田谷トライブ編からどうぞ。はい、それではですね、僕の方から、第7話のあらすじを、ね、ご紹介させていただきます。こちらですね、ビームバットを誤って起動しダイナーを破壊してしまった春。ミナドトライブはダイナーの修繕費を得るため世田谷トライブの轟が主催するバッティング王決定戦に挑み、優勝賞金1000万円を目標とすることにします。そして三田をヒットにですね、絶対優勝と意気込む港トライブでしたが、主催者の轟の真の目的は春が神谷からもらったビームバットを奪うことだった。しかし和樹の起点によって轟の目論見は失敗に終わり、港トライブは事なきを得たのだというあらすじでございますね。はい、そんなはちゃめちゃな世田谷トライブ編のキーワードがこちらです。秒で1億倍稼ぐ男トドロキの登場。、はい、そしてアリス顔の着替えにドキドキの春。そしてタイガの修行、
マルタ素振りとなっております。マルタ素振り、ね、タイガがいない時ですもんね。そう、タイガがちょっといない時なんですよ、うん、修行行っててね、うん、そうそう、おもろかったな、トドロキの。トドロキのとこ結構好きよね。え、トドロキだって、君がせこせこ100万稼ぐ間に僕は1億倍稼いでみせる俺が思わず計算しちゃったもん、ね、100万円の1億倍って無理じゃないですか俺ミウマと俺だったら売るね1000万で1000万。いやだってさ1000万で、いや轟のさ資産を考えたら あんま出してないなって思ってたのよ。そうか、もうちょっとふっかけてみたら、そうそうそう、交渉でね、交渉でね、確かにもうちょっと取れた。でも死んだ神谷さんのね、はい、思いのこもったビビンバットだから。そうか、金じゃ上なんて言われる。そうか、そうっすよ、それはもう、まあそう、そう、貸し出すぐらいだよね。貸し出すぐらい、貸し出すぐらい、レンタルだね、レンタル、レンタル、ね、レンタル、レンタル、ちょっと触っていいよみたいなすごい友達の貸し借りみたいな。いや、これ、まあ、世田谷トライブは出てきたのは轟だけなんですけど、轟 は別にリーダーってわけじゃなくて、世田谷トライブの中でも下っ端の下っ端ぐらい。あれ下っ端の下っ端なんすか、はい、マジでびっくり情報だと思います、ね、本当にこれは。じゃあやっぱ真のそのリーダーが別にもちろんいるってこと。そうですね、だから本当の貴族たちがいてたら、轟みたいに金の話はしないみたいな。あ、なるほど、当たり前のものとしてね。 それはね、金という概念ももはやないみたいな。すげえな。でも轟ね、すごい良かったですね。なんか美女たちを並べてね、いや僕はいい趣味してるなって思いましたけどね。俺あれを見たアリス川のリアクションが結構好きで、なんか今までそんなになんか男女の違いみたいなの出してこなかったんだけど、結構その趣味を見てゲスめみたいなってたぐらいやっぱ嫌なんだと思って確かにね思いましたわ、あの辺は。いや、いいですよね。また声のギャップがいいですよね。あ、声のギャップ最高ですね。確かに本当ね、うん、そうそう、天翔さんがイケメンボイスっていうね。あれはあえてそのやっぱイケメンにしてくださいっていう、そうですね、オーダーなんですかね。はい、あれはあえて、はい、やっぱそうなんだ。なんかでも最後顔ぐっちゃぐちゃにして泣きながらさあれ欲しかった、欲しいよ。ここがもう大好き涙も鼻水も全部出てたもん ねいいですよね。面白かったな、あの辺は。いや、あとは春がすごいなんかラッキースケベに遭遇してました。いや、そうですね、個人的にそこもあれちょっと、あれ最初アリス顔だってちょっと思わなくて。あ、なんかね、そう、髪下ろしてて、あれが多分三田だったら、まあ、その後三田もめっちゃボコボコにされましたけど、ただ春は全然なんかそういう、こう対象じゃないというか、ね、なんか、はいはいはい、あ、ボコらないんだっていう、ね、見てってことだったのか。見たはカメラ持ってきてたからね。アクシアンではある。4K のカメラ持ってきてたからね。やばいやつだったあれは。初めてアリス側がなんかちょっと恥ずかしがってたから、うんね、新鮮だったね。アリス側かどうか確認するために3回ぐらいちょっと巻き戻したりして見ましたけども。本当にそれが目的でした。慎重派だね、千春さんはね。そうそうそう。あとタイガもね、あの修行してます。修行して。なんか丸太振ってんだよ。このアニメじゃなかったら、うん、意味ないでしょその素振りって思ってたんだけど、ああもうこの頃には俺もすっかりトライブナイン脳だから、はいはい、あ強くなりそうって腕力だよねと思ってさすが対等トライブと思いましたもん。確かにぜひね、あの野球やってる子供たちにもね、こう見本にしていただきたいなんかなまずどこから持ってくるんだよあの丸太。確かにあの辺面白かったな続いて8話から9話の太田トライブ編、まずはあらすじを千葉さんお願いします。はい、千代田トライブ神木の命を受け、港にいる青山和樹の暗殺に動く太田トライブ。 XB では最初は港の圧勝かと思いきや、ジャッジロボを無効化し XB のルールなどお構いなしに太田が攻撃を仕掛け始める。そして混迷する戦いの最中、園田の口から和樹が港トライブに近づいた真の目的が明かされます。それは港トライブを利用し自分の左腕を壊した王次郎に復讐するというものでした。それを知った春たちはこの戦いを続ける意義を見失いゲームを放棄しようとするんですけど、修行から帰ってきた大河だけは戦う意志を失ってませんでした。一致団結した港トライブは太田を退け、和樹も改めて港トライブの一員として戻ってきたのだった。はい、そんな物語の、ね、核心に触れるような太田トライブ編のキーワードがこちらです、うん、やばいやつら、園田と太田メンバー、うん、そして大河の復活と榎木の初恋、初恋なんだ。そして最後に明らかにされた和樹と王次郎の過去となっております。はいはい、うん、太田キャラ濃かったね。いや、めっちゃ濃い、もう濃かったよね。でもなんか太田
僕らをイメージする太田のイメージじゃちょっとなかった気はしたんですけど、あれは小高さんの偏見なのか、ね、あれはだからノンフィクションなんですよ、ね、ノンフィクションなんですか、そんなわけあるか、リアルだったんだ、あれ太田のイメージってなんかあのほらこうね、うん、田園調布とかそういうのあったりするじゃないですか、でも僕大田区出身で、もう30年ぐらい大田区に住んでから分かるんですけど、ああいう感じなんですよ、説得力出ちゃうこと言わないでください、違いますよ、違いますよ、いい街ですよ、ね、あの世界ではね、蒲田とかね、うん、よく知ってんねん、ね、いやそう、あれなんか出てきた3人最初の、うん、あれもキャラ濃かったのに、はい、リーダーがやっぱ一番さ上書きするヤバさだったから、ね、いい笑顔だったあれはなんでこのあのガスボンベつけてるんですか、基本大田区っていうのは、大田区って言ったらダメだな、大田シティは大田シティはあの大気が汚染されてるそうだそうだ、これもノンフィクションなんですけどフィクションですよ、そう、まあ、フィクションないんで、あれをしてるんですけどフィクションでございます、書いておいてくださいね、テロップかどうかあ、だからお金もないっていう設定でね、言ってましたもんね、そう、フィクションですからね、あくまでもね、でも結構大田トライブはやっぱ僕はすごい一番気にお気に入りのトライブ、あ、そうなんですね、でして、特に園田とかは、うんうん、なんか演じてもらう時もあの、あえて抑揚なくというか、できる限り抑揚なくやってもらって、あの通覚とかもないぐらいの痛みを感じないぐらいの、そういうようなキャラでやってほしいみたいな感じでやってもらって、そういい感じですごい不気味になったなっていう、あともうバットじゃなくてもはやカマっていう、いや本当にいいんだっていうカマ、確かにジャッジロボとかもね干渉できるんだって思ったもんね、いやもうそれそこもそうなんだっていうね、それもやれちゃうんだって、それできるようになっちゃったらあれ結構何でもありのなってわかる、いやみんなだから従ってる人はいいやつってことが分かったねこれね、そうですね、いやあとは和樹的にもめちゃめちゃ大事だったこの、うん、はいはいはい、あそうだよ、あの王次郎との関係が、そうだよね、仲が分かってね、バレちゃったというか、うんうん、だからここの話数に至るまではずっと和樹は嘘しかほぼ言ってないんで、そうだね、でなんとなくやっぱ視聴者的にもちょっと嫌なやつみたいだったから、ね、うん、このあたりからちょっと和樹ええやんけって思うね、思うようになってね、本当ですか、ありがとうございます。カズキ好き。嬉しい。いやカズキを褒めてるんだって千葉くんを褒めてる。なんでだよ。そこは勘違いしないと。なんでごめん、俺も別に同一化してないよ。いやでもカズキが褒められるの嬉しいですけど、そう王次郎はねやっぱこれまで人間味が本当ゼロだったじゃないですか。うんうん、なんかカズキの過去でありなんか王次郎もちょっとなんか見えてきたかなっていうところでしたね、はいはいはい、この辺りは。あれ王次郎はあの幼少期の時は結構可愛い感じだったじゃないですか。うん、突然目が真っ赤になってるじゃないですか。はいはいはい、あれはどういう変化がある？あれは。要はその大鳥家の、うん、大鳥家に認められた継承されたところで、はい、あっちの方に染まっていったっていう、充血した、充血した、大鳥家の呪いにより、あなるほど、そういうのがあるんですね、それ気になってたんですよね、まあ、あとこれはなんか復讐って言ってたけど実はなんか大次郎に対してまだちゃんと感情を持ち続けてた和樹のね、うん、良さみたいなのは後々分かってくるから、いやそこだなと、ね、思いますけど、なんか一回その和樹が最後港から出ていく一人で、はい、出ていこうとしてバッジを置いていくんだけど、うん、それをみんなが止めて、うん、でバッジをもう一回戻して、あ忘れちゃったんだよねみたいなことを強がるみたいな、あれのとこいいなっていう、はい、いやめっちゃいい、本当にあそこで和樹のこと大好きになりましたね僕ありがとうみたいな、和樹大好きだね、いや本当に和樹大好き、だから他にない人物像っていうか、演じててもすごい新鮮でしたね、はい、いや俺なんかさこう悔しいのよ、ほらなんかさ春とタイガはさ、なんかこうアニメ始まった時さこう2人でこうバーンってこう、まあ、先頭に立つキャラじゃない、うん、途中から出てきたのになんかすごいなんかさね、もうずっと毎週言ってましたねマジかよ、嫉妬しちゃってさ、そうそうそう、マジかよ、なんでなんか途中から出てきてなんかすごいこうドーンってしてんだろうと思って悔しかったな、お猿さん呼ばわりするとこが始まってましたねいやでもエロキに初恋されてたでしょタイガは、あされてましたね、いやもうちょっと照れちゃいましたね、いやこの二人の恋路一番気になるタイガあんま興味ないからね、そうタイガ今思えばだってタイトトライブでさマッサージみたいなの急にされた時とかも、うん、全く動じてなかった、動じてなかったね、あいつすごいよ、すごいよなんかもっと鼻の下伸ばすキャラなのかと思ってた、うん、ねえ、そう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 、意外と硬派というか、だからなんかちょっとあんま感情移入もできなくてそこらなんてこと言ういやでもそのあたりがタイガの良さですよね、いやそうね、だからやっぱその辺がチームのこと考えてる、うんうん、演じていてやっぱタイガのこう純粋さをこう感じながら、うん、こう演じてなんかこう演じた沢城千春もですね非常に心が清らかになったりした気はしますね、うん、
では和樹と王次郎の過去もキーワード内でも少し出てきましたが、最後は10話から12話の千代田最終決戦編です。はい、千代田最終決戦編は大鳥天心を殺害し新生ネオ東京国王となった王次郎がネオ東京に新たな強者を生み出すため、殺しも容認しより過激な戦いを勃発させる新 XB 法を制定するところから始まる。やばすぎるでしょそして王次郎の命令によって、千代田の神木は港トライブに XB を申し込みます。王次郎との再戦に対して各々悩みながらも神谷が愛したかつての XB を取り戻すため王次郎との戦いを決意します。千代田シティで彼らを待ち受けていたのは千代田えりすぐりの般若面でした。港は前線しますけれども一人また一人と負傷していきます。そこに現れたのは過去に港が出会ってきたトライブの面々でした、対する千代田も神木がフィールドに立ち激突します。トライブ連合軍はあと一歩のところまで神木を追い詰めるが、花札が、神木の凶弾により負傷、絶体絶命のピンチに陥ったその瞬間王次郎がフィールドに降り立ち卑劣な手段で勝利を得ようとした神木を罷免して自ら決戦のマウンドに上がります。王次郎と和樹そして春と大吾の最終決戦は千代田城が落城する中でも止まることなく進み春たちの勝利で幕を下ろします。そして春たちはかつて神谷が愛した XB を取り戻したのでした。そんな激アツだった千代田決戦編のキーワードはこちらです。王次郎の即位と新 XB 法、そして神谷の思いを受け継ぐ春&タイガ、そして最後各トライブの面々が大集合でございます。王次郎はさっきはね人間味あるんですよって言いましたけど、このあたりはやばいですいやなんか本当にいやなんかまあ言いたいこと100歩譲って分かるとしても、なんか国民に映し出すなんかの映像の端でじいちゃんがいやーねやばいよね打たれて血まみれになっててあそれも見せちゃっていいんだみたいな、なんかすごいぶっ飛びましたよ。こう王次郎はこの XB の王者というよりもこの世界の国王になった。確かにそうなんですよ、ネオ東京の、まあ、でもそもそも孤児院で、和樹たちとかがいたようなところで、XB を強くなれと、で強くなれば存在価値がないっていうような育て方をして、で和樹を親友であった和樹を裏切るというか、腕を折ってまで自分が上に行って、でそこにどんどんやっぱこう何ですかね、のめり込んじゃったがゆえに天心はちょっと若干 XB を舐めてるというか、大取引のために利用してる節があるんで、その王次郎がその XB だけにこうのめり込んできた自分からするとこう汚いやつに見えてしまったっていう、そこで殺してしまったっていう。なるほど、王次郎的にはじゃあ純粋にも XB にも命を捧げてる感じなんですね。そうですね、だからそういう風に天心がモンスターを育ててしまったみたいな、なるほど、でそっちで止まれなくなってしまったんで、そういうことになっちゃったけど、それを和樹が止めてあげたいという、やっぱ昔の王次郎に戻ろうよみたいな。じゃあ王次郎的にもこう正義を持ってやっていたことなんだな、そうですね、自分の中の、はい、でもみんなが集まってくるのはやっぱすごい熱いっすよね。そうですね、最初はめちゃくちゃ熱かった、激熱、ね、本当トドロキはいないけどね、トドロキはそうでしたね、確かにトドロキはいない。なんでトドロキは出してあげなかったんですか。トドロキ、何をするんだろうなっていうとか確かに下っ端ですもんね、そうだ、弱いからね、一応ね、武力はね、解説役でよかったかもしれないけどね、もしかしたら神木強すぎですしね、神木強すぎ、神木強い、マジで本当に強いよ、だってキックでボールをキックでやったもんね、あれみんなさ、大真面目にびっくりしてたね、ルールとかじゃなくて、キックで投球、威力が違う、そこは突っ込まねえんだと。俺は威力が違うっていうよりは、野球だから足はダメなんじゃないか、ちょっと思っちゃったけど、あれ、いや、本当の野球もダメなの、本当の野球ダメなんじゃないかな、書いてあります、でも、バレーはありだけど、野球、バレーはありなんですよね。野球、プロ野球選手って足でやってるんですね、でも誰もやったことないから書いてないと思うんで、ルールブック、じゃあ書いてなきゃルールブック見てみようか、そうですね、神木が新しい風吹かせるかもしれない神木のおかげで和樹もやっとバトルに参加し始めるっていうところもあったんで、はいはい、この辺りからずっと戦ってた、戦ってましたね。いや、春と大河はすごかったね、春と大河もね、大河が戻ってきて、こういきなりストンって戻ってきてね、
お前ら、まだバトルは続けるぞ。あれもかっこよかったし、うん、でもそれにも本当負けないくらい、春ももう1話とは比べ物にならないくらい、ね、そうなんだ、ね、うん、春はいつからあんなにさ、うん、動き俊敏になってさ、いや、でも冷静に考えると、うん、もう片鱗はあったんですよ、1話あったから、うん、やっぱり1話からすごい不良の攻撃をこう余計量としてたりとか、あと普通にその最初の試合で全然ジャンプ力もめっちゃありましたしね。確かに、そうなんですよ、守備最初からできてる、そうなんですよ、何気にすごかった、ポテンシャルは秘密、そうだよね、うん、そうだよ、あと春の友達のあの前歯の子、ああ、やせひろくん、やせひろくん、あいつマジ、なんなの、なんなんだよ、あいつはあいつな俺だから収録の時は1話も知らなかったから、あ、そっか、やせひろくん出てきてなんかヤバそうなやついるなと思って、うん、アニメ1話見たら、え、本当に嫌なやつじゃん思ったよね、安井君注目キャラですよね、うん、キャラ濃いよね、キャラ濃かった、ちょっとファンだよね、トドロキの次にこう 裏ファン投票したら多分結構上位じゃないかっていう気はしますけど、ね、どうなんだろう、やってほしいでも春はやっぱこうね、目を閉じないっていうのが神谷の最初に1話で言われた、ほうほうほう、まあ、あれがやっぱ一つでかいのかなっていうか、目を閉じさえしなければ春はすごいっていうのを神谷はやっぱ分かったのかなっていう、あ、うん、目を閉じない、うん、自分の力を駆使して戦うのがいいですよね、トライブナインは。ガタイいいだけで勝てるわけでもない、うん、そうだね、そうですね、あとダイモンあのさ、いきなりうーみたいになるのがあれすごいよね、うん、俺絶対なると思ってたんだけど一、うん、回なんなかったじゃん、その普通にやられたから、はいはい、あ、ブラフだなと思ってあ、やっぱ強いんじゃんと思った、ね、マナミは、ね、びっくりした、俺変身しちゃうかと思ってた裏設定では、うん、あの三田とダイモンは昔コンビでめちゃめちゃ街を荒らしてた悪だったってその頃のダイモンの顔とかもめちゃめちゃこう不動明王みたいな顔だけど、あ、そうなんですか、え、なんか簡単に神谷に負けてそこからこう剣が取れたというか、え、そういうこと、なんか三田がちょいちょい自分のことをなんか俺はかつてバーサーカーの三田って呼ばれてたんだとかって、これ虚言だろうなと思ってたら、うん、本当だったんですね、マジガチだったんだ、マジ悪いやつだったっていう裏設定、言わせてたんだ、ブイブイ、なるほど、じゃああれがそれが出たんだ、その時にね、そうそうそう、つい出ちゃう、うん、こでやるーっつってね、かっこいいじゃないと、あんな治安の悪い街であんな店開けないそうね、普通に酒売ってるからね、しかもあの店って、確かにそうだね、もうあんな店だったらもう悪のたまり場になっちゃうんですね、いや、そうそうそう、確かに、なるほどね、あの品川も来たね、あ、品川ね、品川、うん、まさか品川出ると思わなかった、品川はもうちょっといいやつだと思っちゃって、うん、品川よかった、いや、よかった、ね、ちゃんとあの装備を生かして、ね、ちゃんとこう戦うところ、戦ったよね、うん、最初あの増田さんを助けに来るところから来たじゃん、 あれがよかったのよ、そうだね、あの心もちゃんといいやつなんだ、ね、あ、実はね、うん、でもちゃんとなんかレンタルしようって言ったあの助手の方、あ、ね、あのメガネのね、そう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 、うん、ちゃんとレンタル機材進めてたよ、あの子最後可愛かったんだよな最後ニコってしてたの気づきました、なんかちょっと分かんない、タイプだった最後、ずっとなんかずっとこれまでキッって顔してた、ちょっとね、鉄仮面みたいな感じ、最終は近辺でさ、なんかそ あのちょっとドジしたその上司を見てみたいな、笑ってんのあれめちゃめちゃ可愛い見落としてたもん、ギャップじゃんと思ってありました、来る裏投票で結構上位来るいや、ま、もっと見たいね、なんなら品川は活躍を、なるほど、まあ、でも台頭も初めて、試合では初めて戦ったのかな、確かに、うん、師匠あの2人が、あー、そっか、それまではタイガと模擬戦みたいなのだけだったので、師匠もあのなんかキセルみたいなやつでどうやって球をこう ねあれどういう原理なんだろう、え、師匠はいつもキセルでバットしてるんですか、師匠は何でもミートできるっていう、あ、そうなんですか、そういうことか、多分一番最初タイガとすれ違った時もなんかセンスかなんかでひょいみたいな、 はい、ああいう具合にも爪楊枝だって何だってみたいな、はい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 、持ったものは何でもバットにできるみたいな、すごいね、すごい人に教わってたんだなそんだけミートが強い、花札だからこそ、あのタイガの才能ねえわっていう、あのもう当てるのは無理だみたいな、確かに、うん、だからもうパーでやれやみたいな、はあ、まあ、あの真空の論理もちょっとよくわかんないですけど、ね、いや野中さんが言っちゃったら、野中さんがちゃったらもうソニックムーブとか真空っつってなんとかなんだろうみたいな、こういや中二的な、いや、ね、素晴らしい師匠でした、うんうん、で、あと太田ですよね、最後に来たのはね、集まってきたのは、そう、うん、太田も来たんだね、太田生きてたなと思って、あ、ね、確かに死んでなんか殺されてなかったんだと思って、ね、そうだ、ほんと不死身だったよ、不死身だよね、
だ結構このドリームチームというか連合軍で強敵と戦うっていうのも一番最初から考えてはいて、ラストはやっぱこういう座組になりたいっていうところでシナリオを書いてもらった感じですね。なんか各々その港トライブが好きだから協力するんじゃなくて、うん、割と自分らのためも含まれてるのが好きだなと思って、熱いよね。そう、戦術的にはやっぱあの港トライブの情けないとこ見たくないじゃないですか、うん、だったりとか、品川は言うても自分の武器売りたいみたいなね、うん、そういうなんかしたたかさみたいなのがすごい好きだなと思いましたね。じゃ世田谷もビームバット欲しいで賛成すればよかったかもしれないね。確かに、本当にやれることがないからな。あの城から逃げられなさそうですね。太りすぎてて。何言わない。いや、熱かったな。あとやっぱりこう春的には、うんうん、その最後に春が打つときに、うん、その神谷さんの姿がこうなフラッシュバックというか、うんうん、一緒に重なって打つっていうところもすごく激アツだったなって思いました、ね。確かに確かに。なんだろう、それまでの重みも全てを乗せるっていう感じの演出だったのもあって、めちゃくちゃ込み上げてくるものは、うん、しかも久しぶりに神谷登場したからね、うん、あまあ確かにそうかもしれない、ね、それもね、すごく見ときたいね。ある意味だからみんな神谷と戦ってるんですよね。あの港トライブもあの神谷というものからあの成長して、抜けて成長して自分たちでやっていかなきゃいけないってところもあるし、大次郎自身も実は負けてるわけで、神谷にあのボールをタッチされちゃってるんで、はいはい、うんうん、ああ確かに、はい、なので大次郎もずっと神谷を引っかかってるというか、でもあいつは死んでしまった、でもその亡き幻影を港トライブに今度重ねてる彼も自身もみたいな。じゃあみんな神谷を追ってるってことなんですね。そういうような話になってますよね、うん、だから神谷というのがやっぱこの物語の結構中心っちゃ中心なんだろうなっていう、そうですね、改めて、うん、心の中にずっと神谷さんはいるわけですね、うんうん。そんなトライブ9ですが、ブルーレイボックスが発売となります、うん、はい、こちら私からご紹介させていただきます。テレビアニメ全12話を収録、籔本陽介アニメーションキャラクターデザイン創作画監督書き下ろしイラストボックス仕様、特典ディスクには各種プロモーション映像、各トライブ MV、豪華キャスト&スタッフ出演による過去のスペシャル番組等を収録。そして封入特典は堀江俊、沢城千春、千葉翔也によるキャスト座談会、山口周平、小高和孝、青木優のスタッフインタビューほか、アニメ本編のご実談を描いた4コマ漫画、アニメ設定資料満載のスペシャルブックレット、そして DMM ゲームス版8月のシンデレラ9コラボ特典コード付きとなっております。こちら4月27日発売です。ぜひご予約ください。はい、ということで堀江さんの手元に実物が届いております。はい、はい、そうなんです、こんな感じになっております、うん、おお、重厚な箱の素敵だね、後ろも ね後ろにはこんな風に描かれてます。カズキはいますか。カズキはいますよ。わかったタイガはいますか。タイガあのポスターでのタイガがいなくなった。そうなんですよね、我々ちょっとね控えめだったんですけども、まあ、我々もちょっと今回いますよ。よかったです、はい、いいですねこれ ねこれすごくいい、ボックスにしてもらえるとこのアニメ一気に見た方が絶対よくない、ね、いや、ね、間違いない本当に、うんうん、素敵です。あと気になること書いてありましたね、さっきね、うん、何何なんかその後を描いた4コマみたいな。あ、なんか聞くところによると、うん、あの春がさ、あの有栖川さんに告白をして振られちゃってたじゃないですか。振られた描写なかったけどね、悲しそうにしてたけどね、まあ、なんか察しみたいな、ね、うん、その後のなんか後日談的なものがどうやら後日談的なのが書かれていたりする。いやだって簡単に振るとは思いませんでしたもん僕、あれすがね、だってあんなのってこんだけ関係値築いててまだ出会ったばっかりだからっていう理由で断ったなと思ってました僕は、ね、饒舌じゃんそこ見たくて見たくてしょうがなかった。あ、ほんと、ということはじゃああんなことやあんなことやあんなことやとかね、心クリアになったんじゃないですかあれおかしいな、えのきとタイガーって分かんないよね、うん、描かれるかもしれないし。確かに、そうで確かに、でも僕なんか有栖川はどっちかというと千住さんともどうなっていくんだろうって気になる、そっちの方も。あ、マジ、なんかじゃあカズキでもよくない。いや、カズキはダメだろ。なんでだよ千住さんは、まあ、結構今こうバチバチな感じじゃん2人は、うん、そのバチバチな感じがなんかご飯でもどうみたいな別にいいけどおごりならみたいな感じから恋に発展していくんじゃない。ああ、いいっすね、おごりならね、うん、言いそうだね、うん、先日とかなんか有栖川のことブスとか呼んでたから、はいはい、まあ、そんなブスじゃねえけどな。いやいやそれ昭和です
ますノリが勝利これでも確かにアリス顔をブスって言ったのあの人だけですからね。そうね、どう見ても可愛いそう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 よく言ったなと思ってさあ、そういうね、色恋もね、4コマ漫画で見ていただけるかもお願いします。だけじゃないと思うけどだけじゃないですはい、封入特典には座談会も収録っていうことですか。こちらいかがでしたか。うん、そうなんですよ、この3人でやらせてまずはやらせていただいたんですけども、アニメの内容の話だったりとかを掘り下げて、うんうん、なんかいろんなトークをしましたね。しましたね。実際その収録がまあ人数少なくしてたりとかもあったんで、なんか俺が知ってる話もあるし2人しか知らない話とかもあったんで、そのすり合わせめちゃくちゃ僕的には楽しかったなと思いましたね。なんかそういうのも入ってるみたいなんで、ぜひ見ていただきたいと思っております。でも僕個人的には小高さんと監督の対談もなされたんですよ。ああ、そうですね。その方も僕はすごく気になっていて、ね、どういうところを話したのか。深いトライブナインの思ってね。そうだね、うん、見たい見たい、まあ、どうやってトライブナインを作っていったかみたいな話をしたと思いますね、うん、はい、そちらもよろしかったらぜひ読んでみてください。お願いしま お願いします。あ、ほら、あと我々一番最初の方にやったあの発表会みたいな発表があったね、プログレスレポート、うんうん、あれもどうやら封入されてるらしいので、それもまた改めて見てほしいですね。あの頃俺はツイッター見ながら俺のことも宣伝してくれだって多分そのタイミングで名前出てたんでしたっけ。出てない、確かそこでキャストが出たかな。あ、キャストが出たんだ。そこでで徐々にサンプルボイスみたいなのがね、ああ懐かしい、もはや。そうだね、謎の男だったからね最初は。謎の男、あ、そうです、説明何にもない、珍しかったです。はい、ということで以上アニメ振り返りのコーナーでした。ネクストトライブナイン。ここからはドライブナインの今後の展開について原案小高さんと総合プロデューサーの山口さんに広くお伺いしていきたいと思います。小高さん、山口さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。あの、はい、ここから、お邪魔させていただきます。ドライブナイン、総合プロデューサーの山口と申します。よろしくお願いします。お願いします。あの、あまりねアニメの番組であのプロデューサーが出てくるとあんまないんですけども、あの総合プロデューサーっていう感じで目打ってると、はいはいはい、とこもありましてですね、うん、あのトライブナインはアニメ、だけでは終わらないという、うん、あのメディアミックス作品に、なっておりますということでですね、気になるアニメ後の、情報であったりとか、まあ、その中長期の展望みたいなところをあの自分の方からこのコーナーではお話しできればと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは早速今後のドライブナインについて発表していきたいと思います。こちら山口さん、お願いいたします。はい、まず、アニメ放送、終わりましたが、うん、ドライブナインの世界はまだまだ終わらないというところでですね、あのこちらをご覧ください。はい、どうぞ。先ほども出た情報なんですけども、そうか、まあ、ちょっとやっぱあのプロデューサーとしてはですね、ブルーレイあのしっかり宣伝しないといけないということで、改めて、はい、ブルーレイボックスが出ますので、出ちゃうの、はい、改めてですね、12話一気に、うん、まあ、見るようにとか、まあ、あと先ほどの、お話にもありましたけれどもですね、ちょっとその後のお話であったりとか、クリエイターのインタビューであったりとか、うん、声優さんのインタビューであったりとか、まあ、あとはですね、ちょっと私があのプロデュースしてる別の作品で8月のシンデレラ9っていう、あの野球、女子野球をテーマにした作品があるんですけども、まあ、こちらとコラボした、特典コードなども、豪華な特典が、ついておりますので、ぜひ、ご購入いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ポップアップストア&フェア開催ということでですね、まず、4月の2022年4月の8日から24日まで池袋パルコにてトライブナインポップアップショップというものが開催されます。はい、続きまして4月の23日、から5月の15日、アニメイト東京タワー店ですね、港タワーです、うん、東京タワー、はいはい、なるほど、なるほど、ところで、トライブナイン、オンリーショッププレイボー
が、開催となります、はい、でさらにさらに、同じく4月の、23日、から5月の15日までですね、アニメイトさんの、一部店舗にて、トライブ9ブルーレイ発売記念フェアというところで、うんうん、アニメイトさんの方で開催していただくことが決定いたしましたというところでございますね、はい、でやっぱりですね、リアルなところでですね、トライブ9、アニメ見て好きになっていただいた方、ファン同士でですね、やっぱ語り合う場みたいなのがなかなか持てなかった昨今なんですが、まあ、ちょっとね、コロナの状況もまだまだ、予断を許さない状況ではあるんですが、まあ、ちょっとこう感染対策気をつけてですね、お出かけしていって、同じトライブファン同士でちょっと熱く語り合っていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますというところですね、はい、はい、小高さんもぜひ、はい、はい、そうですね、見に行っていただき、うん、こっそり見に行きたいですよね、うん、こっそりこっそりって大丈夫ですか気づかれちゃう、でも結構買っちゃうんですよね、こういうとこ行っちゃうと、なんか知んないけど、いや買っちゃいますね、うん、グッズもらっててもなんか買っちゃうみたいなわかりますわかります、うん、いざ実物見ると結構あこれいいなって思うのありますよね、うん、ネットで見るよりも、そうなんですよね、はい、じゃあ、次のスライドお願いします、はいはい、デジタルスタンプラリー開催と、はい、デジタルところですね、うん、先ほどご紹介いただいた、ご紹介させていただいた、ショップ、ごとに、デジタルスタンプっていうものをですね、集めて回っていただいてスタンプを集めていただいて、豪華プレゼントが、応募できるようになるというような、取り組みが、ございます、はいはい、であと各店舗でもオリジナルステッカーが必ず、もらえるというところで、ございますので、うん、ぜひ、全部制覇していただきたいと、うんというところでございますね、はい、でも港トライブのこう本拠地というかである東京タワーみたいなところでこうできるのはいいですね、いいですよね、そうなんですよ、お膝元というかも、実は声の、収録もちょっと詳細な場所は言えないんですけど、その東京タワーのちょ近辺にそうなんですね、毎回ですね行くとまさに港シティの、XB をやっていたフィールドのようなところがあるいいですね、なんか、うん、本当にまさにお膝元っていう感じがあるんで、ちょっとそのあたりとかもねちょっと聖地巡礼的に回っていただくといいんじゃないかなというふうに思っております、はい、はいうんはい、まだまだございますと、わすごい、こちらも4月の23日から5月15日まで、うんトライブ9と、クラッテさんとのコラボ、というのがございます、うんじゃあ続きましてさらに、はい各種、グッズが販売されますというところで、はい、ここが次のコーナーのところで詳細ご紹介しますので、お楽しみにというところでございます、はい、はい、さらにまだあった、あらオンラインくじ、はい、オンラインくじというものがあって、まあ、これはウェブサイトの方に行くとそのデジタルでくじを引けて、デジタルでくじ引くんですけど実際の、もらえる商品が当たるっていう風なオンラインくじになっておりますと、これが本日ですかね、24時より24時、販売されますので、ぜひ、トライしていただければと思います、商品額すごい、こういうのってすぐ売り切れちゃうんじゃないですか、だから早めいいやつってね、いい賞ってそうですよね、いい賞とかで決まってるから、やっぱ切れなくなっちゃったら、まあ、数がやっぱ限定されてるので、うん、なくなっちゃったらっていうところがあるんで、ぜひもうお早めに、お早めにね、お早めにです、はい、そうですね、かわいいよ、タペストリーとかトートバッグ、アクリルスタンド、意外にこの缶バッジ、ステッカーもコンプしたくなっちゃう、うん、コンプリートしたくなっちゃいますよね、10種類あるので、うん、まあ、お気に入りのキャラが何でいるかどうかっていうところで、はい、うん、ちょっと運試しという感じですね、はい、はい、さて本日は先ほど申し上げました各種グッズの一部をご準備しておりますということで、現場の堀江さん、沢城さん、千葉さん、はい、ということで僕たちがグッズ紹介させていただきますけれども、こんなにトライブ9、ね、すごい展開していただいてるんです ね、 ねすごいよこれ、やばい、圧巻だよ、ねね、僕今アイライツさんのグッズこちらなんですけど、はい、T シャツラブリーオーシャンね、すごいよね、マナミのマナミの店のやつです、うん、ライナーの、ね、やつですけど、まあ、ブロマイドありまして、うんうん、結構なんかシーンの切り取りが特徴的なブロマイドだなと思うんですけど、ね、確かにね、こちらタブレットだったり、うん、まあ、缶バッジございまして、うんうん、でこれがなんといってもね、な
これは世田谷トライブのこれはね、トドロキさんの、イケメン缶バッジ全7種、ね、すごいね、トドロキだけで攻めようと思ったんだもんね。はい、多分アイライスさんは、うん、とってもいい会社なんだと思います。あ、素晴らしい。人気出たらね、原宿とかにも並びそうだよね、これ。これだけでね。ね、これだけで。これで、このさ、ラブリーオーシャンの袋につけてトドロキガチ勢、トドロキガチ勢もいるかもしれませんから。まあね、こういうなんかの遊び心もありつつ、すごい素敵なグッズのラインナップになっております。はいはい。さあ、そして、次、まあ、続きましてこちらでございますけどね、はい、こちらムービックさん、これ全部、うん、これ全部並ぶと、そう、その画角迫力が結構やばいんですよね。すごいよね。そう、これなんかこう、もうこうやって見るともうこれ全部集めないとちょっと気が済まないぐらい迫力がありますんで、うん、ぜひぜひ皆さん家にね、一つではなく全部を置いていただきたいなと思ってますし、うん、こちらバンダイさんキーホルダーでございますね。こちら鍵につけてもよしね、車のキーにつけてもよし、何でもつけてもよしでございますから、素敵でございますから、ぜひでございます、うん、そして、こちら、スラッシュギフトさんでございますね、うん、こちらオンラインくじの景品の一部になっておりますから、はい、非常に可愛いでございますね、うん、はいはい、いろいろありますのでぜひ皆さんよろしくお願いいたします。そしてはい、続いて私がご紹介するのはまずバンダイスピリッツさんですね、こちらも缶バッジって言ったらいいんですかね、それぞれキャラクターを模された缶バッジがこちら勢揃いしておりますし、こちらしかも UFO キャッチャー のプライズでゲットできるそうなので、ぜひ皆さんゲットしてみてください、そして A3 さんもね、缶バッジ結構種類がありまして、バッジごとで絵柄が違うので、ね、ぜひその辺もね、うん、集めていただければなと思いますし、こういったものもね取り揃えております。トライブごとに分かれておりますので、うん、ぜひぜひお手元に置いてください。そしてペンギンパレードさんですね、こちらも缶バッジと、あとはこれはキーホルダー、アクリルキーホルダーって言った方がいいのかな、はい、こちらもね、ぜひ皆さん、なんか聞こえてきましたけれども、これはねカバンとか何でもつけて、普段のファッションに取り入れてもらえればなと思っております。さあ、そして続いて SR ジムさんの、がこちらになります。こちらも種類がたくさんありまして、まずこれですね、アクリルスタンド、それぞれのこのバッグの背景もね込みで楽しんでいただける内容になってますね。そうなの、これもね並べて置くとすごく圧巻ですね。なんか実際の街の風景印象付けてるらしいよ特にこの上野さんあたりですかは特に特徴的な建物バックにして分かりやすいんじゃないかなと思っておりますし、あと個人的に気になったのはこれですね、これなんて言ったらいいんだろう、おしゃれすぎて適した言葉が思いつかない、このなんかおしゃれ風景一緒に撮るみたいな SNS 風に写真が撮れるやつだ ね、うん、インスタグラマー間違いなしです、まあ、これをなんかこうやって持って景色持って景色バックにこうやって写真を撮るとキャラクターと一緒に撮れるというようなね、うんうん、内容になっていたりとか、まあ、こちらもねアクリルキーホルダーだったり、これはなんだ、キーホルダー形が特徴的だねこれ なんだろう、何キーホルダー、とにかくおしゃれなキーホルダーだよねこれもね個性的な見たがこうちょっとかっこいい表情してたりとか、キャラクターによってもちょっと差分があったりするのも特徴的なので、ぜひお手元に置いてください。はい、ということで、うん、すごいね、盛りだくさんでした ね、こんなにさ各社の方が試行錯誤して出してくださってる、うん、トライブナインの今後が楽しみですよ ね、うん、いやどれも本当実用性もあるし並べたくなるものばかりだし、すごくいいと思いました。ぜひぜひね全部お手に取っていただきたいなと思っております、はい、ずっと全部推しなんだよいや全部揃えてこその意味も出てくると思った、ね、そりゃそうだ、確かそっかそっか、並べ方でね、並べ方でまたね、うん、ありますから、はいはい、お願いします。ということでじゃあスタジオの皆さんにお戻しします。はい、ということでありがとうございました。グッズやイベントの開催情報の詳細は公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。さて続きまして中長期のお話を伺ってまいりたいと思うのですが、まずは本日の12話放送終了後のゲリラ CM、 見逃した方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ここでもう一度見てみましょう。こちらです。さあ今日も楽しくプレイしよう。楽しみ。港トライブのメンバーは依然として消息不明です。 XB は終わらない。
新しい一筋の光、連鎖する意志、魂は受け継がれる。という感じで、今後のトライブ9の PV を見てもらったと思うんですけど、新しいキャラクターとかも出てきて、またここから新しい別のお話というかのがスタートしていくというような流れになってます。楽しみだな。今回主人公とおもしき、うん、はいはいはい、キャラクターもそうです、ね、登場してき、ましたけれども、うん、実はキービジュアルプロジェクトのキービジュアルの中にこっそりそうなんですね、2人のメンバーは、うん、いたんですよね。でアニメの中で全然出てこなかったんで、うん、そうですね、全くねこれ一体誰なんだみたいなところあったんですけれども、まあ、この度、初、公開ということで、はい、主人公の、2人の男の子と女の子、ちょっと名前とかどういうキャラクターとかなのかとかはまだ、うん、ちょっと秘密ということなんですけれども、うん、それ以外にもキービジュアルにはですね、アニメに出てこなかったキャラクターというか ほとんど出てきてないんじゃないかみたいな。そうですよね、結構たくさんのキャラクターがキービジュアルにいた うちの本当に一部がアニメで、うん、登場した、うん、メンバーたちで、うん、まあ、この後の、ゲームの方で、その他のメンバーたちが登場する予定となっておりますというところと、あと CM の方でもあったんですけど、シルエットでなんか気になる集団というか、いましたね、24というキーワードとともに登場しているグループがいたんですけれども、それはキービジュアルの中にも何かいますね。何人かいましたっけ、うん、何人かいますね。何人かなんですね、うん、そこでもたくさんいたんで、全員多分あそこには乗ってないんで、うん、そういった新しいキャラクターがもりもりと、うん、まだまだ用意されているということですね。すごいですね。やっぱ東京がネオ東京舞台なので、うんうんうん、トライブ自体 そもそも23ある、うん、キービジュアルね、謎のこうグローブを、でっかいグローブをつけたメイドさんとか、あ、いましたね、いましたね、はい、あと魔法少女みたいなのもいるし、ね、気になりますよね。なので、はい、もっとゲーム版ではよりぶっ飛んだこうトライブ内を見せられるんじゃないかなとは。そうですね、よりエクストリームに、より過激にっていう風な感じになるんじゃないかなというふうに思いますね。タイガとタイガは主人公、あれ出てきてくださるんですかね、その辺って。そうですね、あんまり詳細はまだちょっと言えないですけどただ、ゲーム単体でも遊べるようにはなってて、アニメの話を知らなくても、ただ一方でアニメをやってればよりゲームが楽しくなるような作りをしてるんで、まあ、そういうとこからちょっと察してほしいなみたいな。なるほどなるほど。先ほどのその CM の中でもですね、まあ、ちょっとニュースキャスターが少し喋ってるんですけども、ミナトトライブのメンバーがどうもなんか消息不明みたいな、ね、なんかちょっと不穏なキーワードが、まあ、出てきてるんですよね、うんうんうん、で果たして、まあ、登場はするんだろうなっていうことだと思うので、うんうんうん、そうなる、そうですね、ただどうなるんでしょうっていうところは、うん、はい、続報をお楽しみにしていただければと思います。とりあえず死ぬほどシナリオは長いんですよね。死ぬほど死なないけど、悪口の意味言っちゃいましたけど、死ぬほど長い、死ぬほど書いていただいたっていう。そうですね、あんまりしたら嬉しいですよ。あんまりだからそこがスマホゲームだからどうこうっていうのはもう無視して、うん、まあ、こういうものもあっていいでしょうっていう、こういう作品、ここまで読み応えを作る作品があってもいいでしょうとは思って、もがっつり普通に書いちゃったんで、ただそこはもう完全に無料ですもんね。そうですね、シナリオ部分は。いいんですか、はい、ほぼ無料パートで読めてしまうと思います、うん、っていうぐらい大盤振る舞い、うん、すごい、はいはい、であれだけで普通に、そうですね、もう何時間プレイできるんだろうみたいな感じですもんね。何時間、もう何十時間いけるんじゃないですかね。なんか前にも話してましたけど、うん、その家庭用ゲーム の、うんうんうん、1本分ぐらいのシナリオを優に書いてるみたいな。それを無料で、そうそれが無料でいいんですかっていう、東京ゲームズさんのシナリオが無料で読めてしまうっていうところになりますので、うん、はい、うん、ぜひ、ね、ゲームの方ちょっとまだお時間、うん、頂戴するんですけれども、うん、ちょっと楽しみに待っていただければなと。それだけの対策っていうことですかね、はい、うん、で、おそらくですね、今年の、はい、東京ゲームショー、はいはいはい、付近で、ゲームの続報とかをちょっと、はい、お出しできればなというふうに思ってますので、
ちょっとそれまでの間ですね、あの先ほどのグッズだったりとか、うん、あのそういった、この後ご紹介するというのは Webtoon展開とかを楽しみにして、あのでちょっとこうつないでいただければ、モチベーションを保っていただければ、そうですね、トライブ内熱を持ったまま、はい、ちょっと余韻を楽しんで、そうですね、そうですね、まだちょっとそのアニメの余韻に浸っていただきたい、うん、ね、アニメの、ね、ちょっと考察とかもねちょっとね、はかどると思うのでね、うん、はいはい、そんな Webtoon なんですが、連載決定しておりますが、そちら山口さんご紹介いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、はい、あの以前あのプロジェクト発表会、あのプログレスレポートの方でも、はい、まあ、Webtoon やりますよって話になって、あのいたんですけれども、まあ、アニメ放送終了後、からあの Webtoon はあの展開していければなというふうに思ってます、はい、で Webtoon はあのスマホで読む、あの縦読みの漫画っていうところなんですけれども、アニメのストーリーを、軸にしつつですね、あのやっぱりアニメ の, この尺の中ではちょっと描ききれなかった部分っていうのがあるんですよ、うん、でそこをあのもう少し、深掘っていく形で、うん、あのアニメを見ても、楽しめますし、まあ、Webtoon で、トライブ9知っていただいても、まあ、十分に楽しめるというようなものに、うん、していければなというふうに思っております、はい、で縦読みの漫画なので今ちょっと作ってるんですけど、はい、あのなんですよね、例えばあの投球をこうビューって投げたりとかした時にボールがビューってこう、うん、行くじゃないですか。なるほど、ああいうのをこうスクロールでね、ヒューってこう球がなんかピューっていう感じをスクロールで見れたりとか、その打球がパーンと飛んでいった瞬間をこうガーッとこう、あの普通の漫画だとちょっとその表現演出できないような演出みたいなのも、あの Webtoon のちょっと醍醐味として、まあいろいろと演出仕込んでおりますので、あの楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、はい、さらにですね、あの Webtoon だけじゃなくて、はい、あのやっぱりもっといろんなトライブのちょっとこうアフターエピソードみたいなの見たいですよねっていうあの思いが皆さん あのあると思うんですけれども、まあそういったあのお気持ちにお応えしてですね、あの新規書き下ろしイラスト付きの、まあアフターストーリー読み物みたいなものもあの今準備中です。はい、であの品川トライブのちょっと例えば その後どうなるんだろうとか、そうですよね、はい、まあ、港トライブがあの、王次郎たちを倒した後どんな感じになってるのかなとか、そう、うん、あのちょっとゲームにの話になる前の間 の、うん、あのエピソードっていうものをここら辺でちょっと深掘っていければなと思ってます、はいはい、世田谷の話も気になりますしね。あ、そうそう、世田谷出ないですか、ね、出ないですか、ね、やった方がいいかもしれない世田谷の、ね、ちょっと謎が多いんでね、うん、確かに轟やっぱりね、先ほど沢城さんおっしゃってた裏にキャラランキング1位可能性があるんで、うん、ちょっと振り返ってみるとちょっと世田谷の扱いがあんまり良くないんですね。ちょっといい印象があんまりないんでね、うん、気になるところではありますね、はい、うん、まあ、そういうのいろいろなトライブでね、うん、あの展開してより深く楽しめるようなものになっていくといいかなと思いますね。そうですね、あの台東の上野やじろべえとかも、うん、まあ、かなり強キャラ感出しつつもあんまりバトルとかにも参加しなかったりしたんで、うん、そうですよね、実際に戦ってるところはがっつりは見れてないんですよね、うん、そうなんです、うん、それでもなんか結構花札とは対等に喋ってたりとかもするんで、うんうんうん、あ、そもそもリーダーは上野やじろべえの方なんですよね、うん、そうなんですよね、そ、それ紹介でびっくりしました。そういったところとか深掘っていければな、うんうんうん、思ってます。で、まあ、そういった、展開もありつつ、先ほどお伝えしたような、グッズであったりとか、うん、ポップアップショップであったりとか、うんうんうん、イベントであったりとか、うん、そういったものを、楽しめる企画っていうのをいろいろ進行中でございますと、あと音楽にこだわってるみたいな話もあったんですけど、うんうんうん、ライブとか、そうですね、そういったものも、うん、できればいいな、やりたいなと思って、うん、マジで熱かったんで、それできたらめちゃめちゃいいですよね、うん、そう、なんで元々その、まあ、もう絶対ほぼ絶対やりたいみたいな感じで話してたんですけど、うんうん、あ、そうなんですね、そうですね、はい、でただコロナ で、うん、ちょっと難しいかなみたいなタイミングだったんですよね、うん、ただなんかちょっと最近また少し落ち着き始めて、そうですね、ちょっと考えていきたいなっていうふうに思ってます、うん、いいですね、はい、はい、ありがとうございました。
ということで山口さんとは一旦ここでお別れとなります。山口さん、番組をご覧のファンの皆さんへ一言お願いいたします。はい、まだまだ続く、コンテンツっていうところでトライブ9運営一同頑張って、参りますので皆さん楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。以上ネクストトライブ9でした。掴み取った夢を抱えて9について聞いてみた。はい、ということで、はい、このコーナーではファンの皆さんから事前に聞いた作品についての疑問・質問を小高さんに直撃しちゃいます、皆さんからいただいた質問をファン代表としてキャストの3人から小高さんに質問していただきます。ということでまずは堀江さん、はい、質問お願いしてもよろしいでしょうか。はい、分かりました、はい。まずは何と言っても、エクストリームベースボール、というものをもうそもそも何かっていうか根本ね、根本また改めて一回分かりかけたんだけどね、私もね、スポーツなのかどうかっていうこととかも含めてちょっと改めてお聞きしたいなと思います、よろしくお願いします。はい、その辺小高さんいかがでしょうか。はい、スポーツじゃありません。これはなかった。これは決闘方法ですね、ネオ東京における決闘方法なんで、もう野球とかそういうのは一回忘れてもらって、こういうもので決闘する男たちの、女たちもいるし、そういうトライブ同士の戦いなんだっていうものがエクストリームベースボールですね。めちゃくちゃ野望なんですけど、この世界に野球はじゃああるんですね。この世界に野球はなんかあるって話でしたよね。はい、この世界に野球はあります。野球もある。野球はある。じゃあ、はい、スポーツとして。いや、スポーツとしてね、これはもっとそう普通の普及はされてるっていう感じですかね。そうですね、はい、スポーツとして普及してるけど、もうこれは XB なので、それと全く別のものですね。これはアングラな、ものじゃなくて、結構この世界では、なんだろう、こう今の現代でいうプロ野球とか J リーグ、なるほどね、そういうそのラインに乗っかってるものなんですか、これって。基本的にはその王次郎が XB 法を改定するまでは特に見せ物としては成立してないというか、単純にアウトローたちが喧嘩ばっかして血生臭いので、もう XB だけで勝負しろよみたいな感じの抑制として、この政府が作った成果法律なので、アングラっちゃアングラなものですね。なるほどなるほど。だそれを王次郎の時にもうちょっとこのなんすかね、一般の人も見るようにというか、もっと遂行なものにしていこうみたいなのが、なるほど、そう、王子の、はい、観客っていうのは存在してるってことですか。観客は基本的にそのまたあいつらやってるよみたいな、やっぱアウトローの集団が戦ってるので。あ、なるほど、やれやれっていう、やつもいるとは思うけど、後ろからうわって見てるみたいな、ストリートファイターのギャラリーぐらいの感じ。なるほど。分かりやすい、分かりやすい、なるほど。でも XB やってる時家から出たくないですよね。確かにそうだよね、家痛いよね。だ自分家の窓をさ、それこそ王次郎とかが走ったりしてたら、こうやって閉めないとやばいって。そういうのにでも憧れ、XB を見て、そういうので XB で憧れるさらに若い男とか女とかもいるみたいな。なるほど。でも賛否両論ある方がなんかかっこよさみたいなのありますね。そうですね、なるほどなるほど、ありがとうございます、はい。では続いての質問は沢城さんからお願いいたします。はい、タイガが食べてる、プロテインマシマシのご飯、あれがすごい気になってて、あれは一体何が入ってる、どういう食べ物なのかなっていうのを詳しくお聞きしたいんですけど。内容的には何が入ってるんですか。もうタンパク質、タンパク質ですよ、はい。ざっくり、ざっくり、あんな白いものばっかでタンパク質まかないますよ。ささみとかですかね、ささみとか。食べた瞬間にこうドーンってなっちゃう。あ、もう起きたぞっていう。来たぞっていう。だからやばい、もしかしたらやばい薬も入ってるかもしれない。入ってない。では続いての
つも千葉さんお願いいたします。はい、これ僕自身もね気になってたんですけど、いただいてるのは、はい、まあ神谷さんぶち抜いてたじゃないですか、うん、港タワー、はい、あれはあのままですか。まああの港タワーだけに限らないんですけど、うん、結構街に被害を及んでたと思ってて、足立のねアーケードとかもそうですけど、あれはイメージ映像じゃなくて本当に壊れてるんですか。あれはそうですね、本当に壊れていて、ただし次の日にはもう治ってます。え？え？ちょっとやばいよ、聞きたいね、気になるな。港の第2話の時でも治ってます。そうですよね、はい、普通に撮ってましたもんね。ああ、本当だ、本当だ、本当だね、うん、あれはジャッジロボが総出で直してます。あ、ロボが？ジャッジロボが？すごいよ。多分ね、今考えたんじゃないですよね。多分ね。でもまあ確かにそれで12話分はなんとか補填できましたよね、うん、自分の中で、うん、だって夜に人を働かせたらやっぱブラックな、ね、はい、サービス残業になっちゃうけど、はい、あいつらロボだから。そうか、うん、そっか、じゃあいいんだ、じゃあいいんだ。そうそうそう、ジャッジロボに関してもあれ何っていう質問みたいあったみたいですけど、うん、ジャッジロボ、ジャッジロボって何なんですか。ジャッジロボはあのネオ東京政府が派遣したこのルール内で XB をやるよっていう、それを超えてしまうとやっぱ血生臭い闘争に戻ってしまうんで、まあ、太田はそれを無視してジャッジロボを壊すみたいな法律無比なやつらですけど、だからあいつらが、あいつらもう全員の面倒見てるんですよ、あいつらが。XB やるのもこうだぞって、壊れたやつは俺が直しとくからなって、ま、ママ街を支えてたんですね。だから春も最初ね、行っていいのって言ってジャッジロボがゴーって言ってて、お前言っていいんだみたいな。確かに確かに、あったありましたわ。うもう XB の面倒は全部ジャッジロボ。なるほどなるほど、なるほど、ありがとうございます、はい、では最後もう一問いきましょうか。ところがさ、誰からの質問にしましょうかね、ちょっとね。じゃあ挙手制で、挙手制で、おはい、あ、じゃあ早かった千葉さんの。あみんなの気持ちを乗せてお願いします。あの湊とか足立とか千代田とか、まあ、トライブが登場してると思うんですけど、ゲームの方ではもしかして23全てのトライブが登場するんじゃないかと楽しみにしておりますと、そこで疑問に思いました。23区外の東京だった場所はトライブ9の世界ではどうなってるんですか。あのこれを送ってくれたファンの方は、うん、自分は区外だと、うん、区外の都民だと、はいはいはい、市の方々ですね。大田以上のスラムなんじゃないかって言ってますどうなんですかこれ23区外に当たるというか、うん、これはですね、簡単に言うとあの別次元の存在、あの別次元の存在一気に分かってくれちゃった。ドライブナインには23区の外っていう概念が存在しないですよね。あ、なるほど、え、なるほど、市の皆さん申し訳ございませんそっか、そうなんだ。で、あのそこの住人たちも全く気に、ネオ東京に住んでる人も全く気にしてないけど、うん、今後もしかしたらその外から、あ、なるほど、アウターワールドからこう来るかもしれないと。まあ、トライブ9がこうどん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 こう、ね、人気になっていったら、そうそう、もしかしたらそっちの市の、ね、そうですね、来るかもしれないですね。僕の中では多分時代を超越してんじゃないかなってちょっと一個思ってはあるんですね。マジっすか、うん、武蔵野市は江戸時代であったりとか。えぇ、すごっ、武蔵野市ディスってるわけじゃないですか別に古いとかじゃないですよそういうのあっても面白いよね。面白いですよね。でもそうなるといよいよタイがどこから来たんだろうって確かにどの海の向こうから渡ってきたんだろう。タイが東京湾ですよ。東京湾、海の向こうってのは東京湾で終わりです。東京湾三区のだから海の向こうの概念、江戸時代のままじゃん。東京湾の向こうってその、うん、日本なのか海外なのかっていう、ね、千葉なのかみたいな。マグロ釣れるとこだからね一応ね。まあでもそうか、東京以外、ダメダメ、もうこれ以上はでもなんか名字が全部東京の地名になってるみたいな話さっき。あ、そうね、そう、超びっくりしましたね、うんうんうん、俺青山に事務所あるのに気づかなかったもんね。あ、そういうことなんですね、うん、青山ね、白金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 、高輪、タイガは、タイガは外国だから。だから外の概念からやってきた人間なんで。なるほどなるほど、タイガ名字がない、多すぎるよ、ね、アリス川は、アリス川公園、ね、アリス川公園とかあるみたいですね。みんなこうやってあるんですね。いいですね、うん、だ園田府庁は並び替えると田園調布になるっていう。そういうことかびっくり、すごい、本当だ、全然気づかない。なんでそれは田園調布にしなかったんですか。田園調布にするとちょっとなんだろう、綺麗そうじゃないですか。
でも大田区の大田区のリーダーって言えば電池屋さんです。はいはいはい、そ、 あのそれ以外のなんて大田区ではないぐらいの。はあ、はあ、いやいやいや、そんなことないけど30年以上住んでる小高さんから言うならそうかも。そうかもしれない。だからやっぱリーダーは電池屋にしたかったけど、そうすると狂気さがないなってことでちょっとアナグラムで書いてみたら、区長って結構悪っぽいぞみたいな。はあ、はあ、カオスな感じがありますね。それをちょっと楽しむのもいいかもしれない。うん、そうですね、自分でこれはどうなんだって、ね、うん、ちょっと模索するのと。面白いかもしれないですね、うん、ありがとうございます、はい、すごいなんか新しいことが知れました。はい、そうですね、こうやって思ってもみない設定とか裏話がね本当にねたくさん出てきて、本当に作品のね奥深さを感じた時間でした。ありがとうございました。ということで以上ドライブ9について聞いてみたでした。という間にお別れのお時間となってしまいました。最後に改めて告知周りについて簡単におさらいです。スライドでお願いします。ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、そしてそして皆様お待たせいたしました。プレゼントの応募に必要なキーワードの発表です。はい、キーワードはズバリ港トライブボンバーです。あー大事、大事、ボンバーだね。はい、こちら応募締め切りもございますので、ぜひぜひ皆様ご応募してください。お願いします。画面に表示されている QR コードから応募フォームにアクセスできますので、ぜひぜひご応募ください。はい、Twitter でもね、応募フォームの URL をね、掲載しますので、そちらでご確認ください。はい、ありがとうございます。それでは最後にご覧いただいている皆様へ一言ずつお願いいたします。ではまずは堀江さんからお願いいたします。はい、まずは本当に何といってもここまでトライブ9を見てくださって、応援してくださってありがとうございます。本当にこの作品は一見するとこうぶっ飛んだ作品ではあるんですけれども、そのぶっ飛んだ中にこうなんだろう、繊細な部分とかもこの作品ってあったなって12話振り返ってみて改めて思って、それくらい一人一人こうその繊細なものが積み重なって、それで時にこうぶっ飛んでるように見えるようなものがこう散らばってるのがすごくこのトライブナインらしさを作り出しているものだなと思っていました。そういう、こうエクストリームベースボールっていうものの面白さだったりとか、人間一人一人のドラマだったりもすごく丁寧に描かれている作品ですので、ぜひまだこの作品に触れてない方が周りにいたら布教していただけると嬉しいですし、この先もいろんな展開があります。グッズ展開だったりコラボカフェだったり、そして何といってもこれからまたゲームも待っていますので、そちらでどんなキャラクター、まだ出てきてない区のトライブのキャラクター、どんなキャラクター、どんな見た目のどんな性能を持った人たちが出てきてどういう戦い方をするのかっていうのも、もうそこら辺になってくると僕ももはや一ファンとしてすごく楽しみに待っているところではあります。これからも、衰えることのないトライブ9の勢いに皆様ついていただけると嬉しいと思います。今日は本当にありがとうございました。ございました。では続いては沢城さんお願いいたします。はい、でも堀江くん今全部言ったよ主人公最後に言っておけばよかった言っちゃった残らず言ってくれた、いやでもね、まずは12話ね、見ていただいたファンの方々本当にどうもありがとうございました。皆さんのおかげでね、トライブ9、非常に盛り上がりましたし、この先もね、今堀江くんも言ってたけれども、ゲームでねどん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 まだまだ続いていきますので、ぜひぜひね、もっともっとトライブ9をね愛して今後ともねいただければ、嬉しく思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では次は千葉さんお願いいたします。はい、改めましてご覧いただきありがとうございます。和樹は最初謎の男として登場するので、あまりプロモーション等々でね話す機会なかったんですけど、こうやって改めて皆さんと振り返ることができてとても嬉しく思いました。
まだまだ続いていくということなんですけど、和樹個人を取ってみてもね、最後王次郎とあんな感じになりましたが、この後どうなっていくんだろう、めちゃめちゃ気になりますし、で気になることたくさんあると思うんですよ。ぜひ皆さんそれは発信していっていただいてほしいですし、僕ら自身キャストが知らないこともたくさん、設定としてね練られているっていうのが今日この場だけでも分かりましたので、本当に多分僕らの想像をはるかに超えて、もっともっと面白くなっていくと思いますので、引き続き応援の、ほどよろしくお願いいたします。また和樹を演じられたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に小高さんお願いいたします。はい、12話最後まで見ていただいてありがとうございました。本当にスピード感が半端ないアニメなんで、一気見とかもう一回見直してみて、で新しく見つかるところとか新しく感じるものもあると思うんで、ぜひ、次のゲームが出るまでに何度か見返してほしいなっていうふうには思います。でゲームの方も、ね、アニメがさっき言ってましたけど、王次郎と和樹どうなったのとか、はい、ゲリラ CM で今ちょっとさっき流れましたけど、港トライブのメンバー行方不明みたいな言葉とか、一体どうなっちゃうんだみたいな、そういうところももちろんゲームのシナリオでは描かれてきますし、まさにこの3人が一体ゲームの方ではどういうふうにどういう立場でどういうふうにこう物語に関わってくるのかっていうのもちょっと想像楽しみに想像しながら待っていただきたいなというふうには思ってます。これからもねドライブ内容など全然続いていくし広がっていくと思うので、ぜひ、今後とも応援していただければなと思います。はい、ありがとうございました。ということでここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。以上アニメ放送終了記念 XB ラジオ特別編でした。バイバーイ。バイバーイ。